どうも倉本光義です。今日も3時間の生放送が終わりましてね、まあいろんなことをお届けしたり喋ったりでもご紹介できなかったメッセージもあったり、あっという間でした。今日11月1日120年前の今日ですけども、当時の堺駅から御厨までね、米子を経て、山陰初の鉄道が走り始めた日ということで、ちょっと鉄分の多い曲をかけてみたり、そのことを喋ってみたりしてますので、また、ラジコのタイムフリー機能で聞いてみてやってくださいね。お料理申し上げております。私あの大学の時に東京を向かうんで、乗った時に倉石、乗った時に国鉄、降りた時に JR というそういう経験をしておりまして、たまたまなんですけどね、なんでこんな京都駅で人が多いんだと思ったら、それを1日なんか乗り放題だったのかな、それ待ってた人たちがいっぱいいたというね、それで気づいたんですけど、はい、またね。